さあ早速皆さんにお話を伺うんですが、まず、はい、普段車乗られますか？乗ります。門倉さんいかがですか？そうですね、私はプロレスで地方によく行ったりするので、その際はやっぱり千葉から名古屋だったり大阪だったりと、結構よく運転していますね。はい、そのもう戦うのに自分で運転していくんですか？そうですね、交代だったりとかで、もうここすっごい痛いとか思いながら運転するってことですよねそうですね、そういう時もでもアドレナリンがもう出てしまってるので大丈夫です。面白い。自分は凛ちゃんほどではないですけど、よく運転しますね。もう最近はどこ行くのにも車なんで、特にオフの日はもう2人でドライブデートとかにもしに行きますね。いいですね、はい、やっぱり車の中だとプライベートな空間なので、すごいもう自由に話せて、なんていうのか、もう2人の時間をもっと楽しめる。そうですね、はい、ね、ドライブデートで楽しかったところはどこですか？あ、やっぱどこ、水族館とか。あ、水族館行きました。かわいい、素敵です見ました？顔を合わせながら水族館かなって、ね、かわいいいいですね、はい、あ、でもちょっとあんまりこっちが2人であんまり攻めすぎないですね。かわいそうです。キュキュしちゃうもしよかったらちょっと手を触れるようになったので、パネルを触れるようになったので、手を振っていただけますでしょうか。ありがとうございます。